されてても言わないでくれ。政府どうなったらいいの？総理なんですか？総理に言われたのではなく、国民に言われたら、まあ、そういう列がございました。大臣、分かりました。総理じゃなかったということですね。どうぞよろしくお願いします。特に今日は経産上昇、そして要人警護、またのサイバーセキュリティ、国家安全保障戦略、国民への説明責任、このことをですね、キーワードに質問させていただきたいと思います。その前にですね、旧統一教会との関係について、高市大臣、そして谷大臣にお伺いしたいと思いますが、旧統一教会から推薦確認書を提出され、それを求められた事実はあるか、プレゼントさせていただきます。大臣です。大臣、ございません。谷大臣、私も同様。一人了解いたしました。それでですね、さらにですね、それで各大臣ですね、大臣の責任において、副大臣と大臣政務官に対してですね、政策協定での、この署名の有無について確認してもらいたいですが、同意いただけますか。はい、大臣、大臣。今日の内閣委員会でも、副大臣政務官、お答えしたと思いますが、ないと、承知をいたしております。まあ、改めて確認が必要でしたら、そうさせていただきます。谷大臣。私は副大臣に直接確認をしておりましたが、もしそれであれば、今の高市大臣も同じように確認させていただきたいと思います。鳥君、それではぜひとも確認いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、高市大臣に、この間、最近のご発言について、いくつか確認させていただきたいと思います。まずですね、名古屋市内ですか、ご縁において、高市大臣の発言としてですね、安倍元総理の国葬反対の SNS 発信の8割がこの大陸からだったという分析が出ている、そういった発言がされた可能性があると指摘されておりますが、これは大臣の発言だと思います。どうしてですか。大臣、大臣。今おっしゃったような発言申し上げておりません。はい、わかりました。発言の差ってないということで、ご承知いたします。それでですね、これ大臣の発言とは関係ないです。これ新聞報道でありました。今年の8月に高市大臣に出馬された2022年、昨年の民法総裁選挙にですね、公安調査庁の元幹部が、証拠は見せられないとした上で、SNS 上で、党内対立のある投稿は中国の人が多いと。で、発信は北京時間ですね、午前9時から午後5時の間が目立っている。組織的な関与を裏付ける。と語ったとされる元保安調査庁の幹部の方の発言として、新聞報道がありましたが、まさにですね、日本のこの警察、公安、インテリジェンスというのは、まさに諸外国と比べても、非常にこの調査権に強いのを持っています。そういうためにぜひとも、大臣にあるですね、発言されていないということなんですが、そういったことがですね、報道されていることも含めて、改めてですね、大臣、この一般論としてお答えいただきたいんですが、この大臣が知れる政府のインテリジェンス、機密な情報に関してですね、この扱いについてのお考えをお聞かせ。大臣、まあ、国家公務員法でも定められておりますけれども、職務上知り得た秘密は、ことに漏らしてはならない、まあ、これは対処法した後も、適用されますので、これは大変重要なことだと思います。それから政府三役がですね、各、まあ、関係省から例えば内閣府から説明を受けることがございます。まあ、私の場合も関係省から説明があった場合、まあ、秘密性、判断をしてあったり、まだ先に発表するような、ことについて事前説明を受けた場合には、自分が持っていると怖いので、もう持って帰っていただくようにいたしております。大臣、ありがとうございます。まさにそういった機密情報ですね、これからも適切に管理して、対処いただきたいと思っておりますし、大臣がおっしゃいました、まさに職務上司令と情報というのは外にですね。ということなんですが、これ先月ですね、9月28日の、プライムニュースに大臣ご出演されなさったときに、セキュリティクリアランス制度に関する法案提出時期を、問われた中で、これ大臣発言です。私を見させていただきました。経済安保大臣に就任した日に言われたのは、中国という言葉を出さないでくれということと、来年2023年の通常国会にセキュリティクリアランスを入れた経済安保推進法を提出することは口が裂けても言わないでくれということを大臣が発言されているんです。これはですね、どなたに
は職務上の一例と秘密には当たらないと思います。就任した日に、総理に言われたのではなく、職員、からそういう列、がございます。非常に短い時間で、社会主義に臨まなければならなかった。私に対しまして、まず経済安全保障推進法、これはまず重要という特定の国を対象にしたものではないということ、それから、セキュリティクリアランスについて私が大変、自民党内でも、経済安全保障、対策本部長として、前向きに発言をしておりましたので、提出時期について来年と言うことはまだ言わないでほしいと説明はありました。鳥君、はい、大丈夫、分かりました。総理ではなかったということです。ですけど、まさにこの口が裂けても言わないということをテレビで言っては相当大きな、問題だと思いますので、ぜひともですね、でしかもこれ一番問題なのは、この逆にこういった発言がどんどん出ていくとですね、この逆に中国に対して利することになるということも懸念されますので、ぜひとも、この引き続き、これまさにこの経済安全保障に関する、所管の大変この重要なポジションを持っていますので、発言を、気をつけていただきたい。で、今、大臣が発言されました。セキュリティクリアランスはですね、制度、どういった形で今、来年の通常国会で、テレビでは発表しているか、そうじゃないですか、どういった今、感染ですね、そこを教えていただきたいということと、もう一つ、このクリアランスにですね、どういった領域、どういったのを対象にしていくのか、それが増えているということですね。セキュリティクリアランスというのは、この言葉の性質上、その人に、重要な、情報を取り扱う、資格を付与する、いうものでございますので、今、各社から意見をいただいております。で、さまざまなパターンがやはりございます。例えば、官と官の、共同研究であったり、官と民の共同研究であったり、民と民の共同研究であったり、それに従ってもさまざまなものが求められると、思いますので。今こういったことで検討を重ねていっていると、非常に前向きに、検討を重ねていっている段階でございます。今委員がおっしゃったように、まだ事業の対象事業が決まっているとか、そういう段階にはございません。トリ君、はい、了解です。分かりました。私たち経営民主党もですね、このセキュリティ、クリアランス制度に関して、今回の、付帯決議、ご通常国会での付帯決議にも、この制度創設するようにということで盛り込みましたし、まさにこれが経済安保の大臣、指摘されたとおりで、本当に肝の部分だと思っているので、そこはですね、ぜひとも国会での審議を、しっかりと、もちろんこの都市のプライバシーをしっかりと守っていくことも含めてですね、議論を進めていただきたいと思っておりますので、引き続きどうか、大臣リーダーとして、よろしくお願いいたします。これからの時代すごい大事だなと思っていて、なぜかっていうと、やっぱりスマホ SNS の時代で、僕は今回ちょっとワードを説明したんですけど、要はオールドエポリティクスからニューポリティクスへの時代、ちょうど僕がやってるスペースインダストリーがそのオールドスペースからニュースペースへということで、スペース X みたいな、我々もそうですけど、スペース企業とオールドスペース企業のやっぱり明暗って完全に分かれちゃってて、商業ベースの中開発はニュースペース企業以外はもう勝負にならないようになったんですね。で、ポリティクスの世界も実は世界ではそういう現象がすでに起きていて、トランプ現象なんかまさにそうじゃないですか。もう要は民主党支持派層からしたら、みたいな、何が起きちゃってんのこれみたいな状態になったんだけど、それは SNS で分散されてる、例えばレッドステートの人たちってもうトランプのことしか見てないわけですね。だからブルーステートの人たちは逆にレッドステートの人たちのことを全然理解しようとしないわけです。 SNS 上の
ラクトなんか持ってるわけでしょ、ありえないと思ったら逆転現象起きたし、ボリス・ジョンソンだってそうじゃないですか。でもみんなそんな感じになっていて、ありえないことが簡単に SNS、そうですね、分断で起きちゃう、間違いない。それともう一つは僕、なんで今世の中を支配してるのか、あと中国なのかって言ったら、独裁だからです。リーダーシップが発揮しやすい。リーダーシップが発揮しやすい。だって社長、CEO が全てを決めるわけですよ、ガーファは。中国は習近平が全部決めるわけじゃないですか。でも日本って民主主義だから、だから一番民主主義の悪いところが出てるっていうか、遅い、決められない。遅い、決められないって、この時代ってめちゃくちゃ不利なんですよ。なるほどね。それがまたさらに、もしかしたら自民党の岸田総理で、まあ、周りの意見を何でも聞いてしまう、力重視の方が、まあ、トップに立つと、そういうまた時代がついちゃうんですよ。だから遅くなる、負ける。まあ、負けるんです。結局負けるんで、損する、日本人が損するっていうだけなんですけど、いいの損してっていうふうに僕は思っていて、その中で、じゃあリーダーシップで、じゃあ維新のリーダーシップどうなるのっていうのは、ちょっとやっぱりすごく気になってたところで、吉村さんじゃなかったら誰が顔になるの？もうね、橋本さん、もう一度戻った方がいいと思いますね。でも僕絶対ないと。僕はね、僕は絶対ないと。橋本さんと僕何回も対面してますけど、そうですね、あの小泉純一郎の時もそうでしたけど、小泉さんは長期政権を敷くんじゃないかとか言ってる政治アナリストみたいな人ってバカじゃないの、話したことある？小泉純一郎さんと、あの人もう辞めるから、ファンとしてさっぱりした人だよっていう、だからそういう感じの人なので、そうですね、確かに橋本さん、私も会談した時に聞きますけど、毎回その都度聞くんですが、やっぱりわーって笑ってなんか動かしますけど、やらなかったです、うん、だからでも本当だから、それは橋本さん何回も言ってますけど、経済界の人が僕みたいに4年とか決めて来た方がいいよっていう、いや、そうなんですよ、それは私もずっと思っていて、もう私も国会議員絶対もう太らないって公言してますけれども、自分が出るとかじゃなくて、やっぱり経営者で本当に1期とか2期っていう次元的にもう決めてルール、それでボーンと飛び込んでいって何十人も、それで選挙に勝ってですね、ある程度の議席数を取って、まあ、それこそ、まあ、自民党の政権とですね、対峙しながらバーター取引しながら自分たちの考えている政策を実現するっていうやり方っていうのはあるのかなっていうふうに思ってるんですよね。そこでリーダーシップなんですよ、うん、なんで編集局の応援をしてみたの、はい、なるほど、立花さんはあと10年とかは絶対やるし、その彼はだからそれを本気で狙ってるから、で、そのために選挙発行して、エルトンから出るって噂、いやいやいや、それはないんですけど、その立花さんがそういうふうに考えてるのあったから、まあ、そのちゃんとしたリーダーシップがあって政権取る気がある、真面目にね、人がいいんじゃないのって僕は思った。その時にでも出た時にリーダーシップがあっても結局戦わなきゃいけないのって、もうすでにそう職業議員ってやってる人たち、既得権益的な人と戦わなきゃいけなくて、そのリーダーシップがその政治の世界に通用するのかなって今までの見てて思うんですけど、いやでもね、これが、ね、面白いもんでね、首相とかになるとみんな言うこと聞くんですよ、やっぱりそれは間違いないです、不思議な話なんだけど、そうです、そうです、まあ、それは間違いないですよ、だから結構みんな大臣になりたい大臣になりたいって言ってやってますけれども、大臣は会社で言うと私から見ると課長とか本当主任クラスなんですよ、結局社長が言ったことをそのまま実行に移すしかないんですよね、ところが総理になったら初めて自分の政策を実現しようとすることができるんです、総理になるまで、よろしくお願いいたします。先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前回はですね、ヨーロッパが入
廃墟と化すという、まあ、悪夢のようなシナリオをご紹介いただいたんですけど、そこまで至らずに、まあ、負けてるとし敗北するとする戦場で、その場合は敗北した後のロシア、それからプーチン自身の運命、これはどのように、うん、そうそう、これもすごい重要だと思って、あまり報道されなかったんですけども、はい、実はね、ロシア軍が本当に内部崩壊の事実はあるんですよ。あ、はい、それはね、10月の中旬ですけども、はい、今ウクライナで戦っている部隊の中で反乱が起こったんですよ。はい、なぜかというと、私たちはロシア軍というと、はい、なんかイメージとして、はい、ロシア人だけが構成されているように思いますよ、はい、ところが、実はロシア軍って一日の間ではなくて、はい、ロシアになんか140人の民族が住んでいます、はい、でその中で今回10月の中旬にある部隊に起きた出来事っていうのは、そのイスラム教徒たち、はい、もう今回動員されてるんですね、でダゲスタン人、アゼルバイジャン人、タタール人、そういったいわゆるイスラム教徒の人たちも一緒にロシア軍の中に動員されてる、しかも日本からロシア軍って言っても、どんな人たちが動員されてるかっていうと、比較的モスクワとかサンクトペテルブルクのロシア人はあまり動員されてないんですよ、うん、というのはそこで反乱が起こったら困る、だからできるだけ地方のロシア人、中でも移民族を中心に動員してて、今言った人たち、イスラム教徒の人たちが戦場で戦地で何て言ったかというと、もうこの戦いは自分たちの戦争じゃないって言っている、プーチンの戦争であって自分たちの戦争じゃないって言ったら、そこの部隊長がみんなを集めて、そして何言ってるのかって言って、そしてそこで言った言葉っていうのが、はい、あら、あら、の神は、弱虫だ、臆病者だって言ったんですよ、それでイスラム教徒の人たちがめっちゃ怒って、で3人のタジク人が、はい、その司令官の下にいる、まあその、まあ、人たちを撃ったんですよ。で、それでね、28人が亡くなってるんですよ。その事件が起こってるんですよ、はい、それで実はこの総司令官であったラーキンっていう人なんですけど、解任されてしまったんです、はいはい、で誰が解任の流れを作っていたかっていうと、あのチェチェン共和国の市長のカディロフさん、はい、彼が関係を起こって、プーチン大統領に、なんてこと言うんだろう、って言って、プーチンにガーンと言って、プーチンはカディロフ市長の言うことを聞かざるを得なかったということで、実はロシア軍と私たちに言うけども、もう内部崩壊がどんどん進んでいるということで、実は今回の戦争っていうのは、ロシア人による、まあ、ロシア軍なんて言うけども、もうどん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 内部崩壊が起こってきているということで、実はこれはロシア軍の崩壊っていうのは、実はロシアの崩壊につながるんじゃないか、なるほど、そういうのを考えてますね、ですからこの戦争をきっかけにして、まあ、今後ロシアがどうなっていくか、もちろんプーチンだって、まあ、自分がもうこの戦争を、まあ、前回の番組で言いましたように、もう最後はもしかしたら戦術核を使って、そして自分の人生はこれやり取るだということで姿を消す、そうなったときに、じゃあロシアに行かないかって言ったら、ロシア列島の効果的に、特にイスラム教徒たちは、プーチンに騙されたって言って、すごい怒ってるんですね。ね、実際に、実はプーチンに騙されたっていう声がものすごく強くて大きくて、プーチンは今回あの時ボンベを発射しましたよね、はい、そうしたら自宅プラザに
シャンティンを作る、そして中央アジアなどの影響が非常に強いし、もともとロシア人が1300を超えて、15世紀の6世紀ほどシベリアに入ってくる前、実は中央アジアからの移動、人物が多かったんですね。これタタール人という人、この人たちはイスラム教徒で、中央アジアの人たちがずっとシベリアに出てくる、そしてみんな行くと、なるほど、中央アジアです。今お話の点は非常に興味深く聞いたんですけども、実は同じような議論、つまりロシア連邦がもう一回分解して共和国バラバラになっていく、その時に実は一番注目するのはそのチェチェンのカディロフだと。でこのカディロフはご承知の通り最強硬派になるんで、こんな事態になったらやばいぞ、何が起きるかわからないぞっていう議論が、実は私が見た限りでは NATO の中でトップレベルでそういう議論で、だからこそあんまり追い詰めるべきではない、で外交でなんとか肩をつけるべきだという議論が NATO のトップレベルであるんだということを、アメリカの大西洋会の人が指摘してまして、それで私はびっくりしたんですけど、そのロシア連邦のもう一度の崩壊、ソ連の崩壊の第2幕みたいな、共和国ごとにバラバラになっているし、このシナリオはかなりあるし、これね、私の考えというよりも、個人が先月ですけども、中央アジアのサミットの開催ができる、それに、はい、その後、彼、